バルムンク監獄に行かなければ。確かレーベンウィット城塞に隣接しているんだったな。ドリス、無事か？待たせたな。いえ、問題ありません。少しあたりを調べてみたのですが、多くのアカシアが徘徊しているようです。この状況、囚われたベアラーたちはもう望みを捨てるには早い。まずは調査してからだ。二人で手分けしよう。俺は1階を調べてみる。では私は2階を。また後ほど合流しましょう。誰か生存者がいればいいが、確かにこの状況では。とにかくまずは手がかりを探すか。それらしいものはないか一回を調べよう。敵だ。鍵がかかっているな。この監獄は軍用魔獣の管理もしていたのか。まだ潜んでいるかもしれない。注意して進もう。
だ。軍用魔獣の訓練だと。しかもベアラーをおとりに。ここに彼らを収容していたのもそのためか。ベアラを魔獣の餌に。命を何だと思ってるんだ。手がかりらしいものはないか。生存者も見つからない。一旦ドリスと合流しよう。ドリス、1階には手がかりも生存者もなしだ。そっちはどうだった？ええ、こちらも同様です。見つかるのは監獄に関する文書だけで、ここは単なる監獄ではなかったのですね。まさか軍用魔獣の訓練にベアラーをあてがっていたとは。魔獣には人の何倍もの極を誇るとの記述がありました。そんな相手にかなうはずもない。囚われたベアラーの中には幼い子供から老人までいたようです。おそらく兵として使えないものもここで処分していたのでしょう。ああ、ベアラーを魔獣の餌にすることでな。そんな、なんということを。他には何かなかったか？鍵を一つ見つけました。2階では使えそうなところはありませんでしたが。だとしたら1階の鍵なのかもしれない。まだ入っていない場所があったはずだ。俺が調べてこよう。ドリスも後から来てくれ。承知しました。
生き残りがいたか。ここに残っているのは君だけかい？うん、兵隊さんはみんな化け物になっちゃった。他の人もあいつに食べられて。あいつ、軍用魔獣のことだな。シド、その子は隠れ家で保護する。ドリス、頼めるか？はい。怖かったでしょう。でも、もう安心よ。チャドウィックは？え？あのね、チャドウィックがあいつから逃がしてくれたの。それでね、あいつをやっつけてみんなを守るって。お姉ちゃんたちのこともチャドウィックが守ってくれたんでしょ？それは…今の…またあいつが来たんだ。チャドウィック、助けて。まさか軍用魔獣。それにしてもこの方向は…俺に任せろ。お前はその子を守れ。わかりました。シド、どうかお気をつけて。あれが軍用魔獣。やつを始末しなければ。どこかから中に入れないか。やったか。シド、お怪我はありませんか？ああ、大丈夫だ。これは？なぜ書物が？ドリス、見覚えがあるのか？ええ。間違いありません。かつて私がチャドウィックに送ったものです。そうか、彼はこの魔獣と戦っていた。あの子を守るため最後まで戦ったんだろう。チャドウィック、もう他に生き残りはいないようだ。あの子を連れて帰ろう。わかりました。
チャドウィック。今度は私が守るから。ずっとあの子の面倒を見ていたのか。はい、一人にしておくのが心配で。ですがあの子、ハイデマリーも少し元気になったようです。救うことができて本当によかった。そうだな。だがチャドウィックのことは残念だった。いえ、シドが軍用魔獣を倒してくれたおかげで彼の最後を知ることができましたから。最後まで弱き者を守る。私の記憶にあるチャドウィックとどこも変わっていなかった。勇敢な男だったんだな。少し聞かせてくれないか、彼のことを。はい。かつて私とチャドウィックはあの奴隷商人の下で使われていたのです。私たちはベアラーの身でありながら教育を受けました。全ては彼女の使いやすい道具になるために。ですが、様々なことを学ぶにつれてこの世界に疑問を抱くようになったのです。そして私たちは逃げ出しました。自由を求めて。あの後彼と再会することはありませんでしたが、思いは変わらず私と同じだったようですね。彼もまた自由のために戦い、間違いなく人として死んだ。ええ、ハイデマリーはその証でもある。だから今度は私が守っていきます。石の剣の名にかけて、彼が最後まで戦ったように、私も最後まで戦い続けます。頼りにしている。
さすがの大物だったな。ここがガルニック。とにかく外観の処刑を探してみよう。こんな書物まであるのか。これだ。よかった、残っていたか。この内容が真実なら。こんなところで先客に出くわすとは。まさかとは思うが、金書を持ち出そうなどと考えてはいないかね。金書？貴様、執行者か？おお、我々を知っておいでとは。ならば話が早い。貴様が持ち出した金書を速やかにこちらへ渡せ。これをどうするつもりだ？さて、私個人が決めることではないが、いずれにせよそれに記された全てが永遠に葬り去られる。ならできない相談だな。これをご所望する方がいるのでね。やれやれ、仕方ない。残念だが力ずくでいただくことにしよう。随分と手荒なことだ。見事な腕前だ。貴様から奪うのは難しそうだな。なぜこの書物を狙う？外観の処刑。それは人の嫉妬と強欲の記録だ。持たざる者たる人が持てる者たるベアラーを数を頼みに虐げ陥れた恥辱の歴史。貴様はその記録が正しいと思うか？さあな。慎重すぎるな。剣の際に比べいささか凡庸な答えだ。まあいい。
歴史の解釈に正しさは存在しない。事実の羅列にどんな意味を与えるかの問題でしかない。故に人の数だけ正しさがあるのだ。貴様が正しいと断じれば、貴様にとっては正しくなるように。目的は何だ？我々執行者は人の守護者、人を害する知識や伝承をこの世から葬り去るが務め、それだけのことだ。今回は貴様に譲るとしよう。世界は狭い。またどこかで会うことがあるかもしれん。ではな。待て。消えた。ひとまず隠れ家へ戻ろう。ビビアンに届けなければ。ビビアン、お前が欲しがっていたものだ。これはまさか本当に？ありがとう、クライブ。実を言えば半ば諦めていた。全て執行者に処分されたとばかり。奴らとは書物を手に入れた時に勝ち合ったが、どうやら今回は譲ってくれるらしい。執行者は言っていた。人の数だけ正しさがあるのだと。たとえ真実でなかったとしても正しさになりうるだろうか。そうだ。だからこそ決して誰かの正しさだけで世界を覆ってはならない。それはいつしか必ず価値観の歪曲と思考の拘束を生み出すことになる。ベアラーの歴史などその最たるものだよ。そういえばこの書物はお前が学者を志したきっかけらしいな。そのことか。これの著者は異端者だったのだ。万国一致で処刑されるほどのね。異端であることは時に物事の真理に近づく方策となる。孤独を代価として枠の外に立ち世界をつぶさに観察するということだからな。この書物は人の輪の外にいた私に教えてくれた。私は人を観察する機会を与えられているのだと。それこそが私が世界に関わることのできるたった一つの方法なのだと。今でもお前は人の輪の外にいるのか？この隠れ家に来てからというもの、どうにも頭の冴えが鈍った気がするよ。いささか人の輪に近づきすぎたのかもしれん。ならばその輪の中から観察するのも悪くない。そう思うようになった。案外居心地のいいものだとね。だからこの世界を守ってくれ、クライブ・ロズフィールド。そのためならビビアン・ナインテールズはこの地のすべてをお前に捧げよう。ああ、必ず。
てくれたんですね。支援品の確認ですね。今お渡ししますね。また来てくださいね。
からだ。気配は消えた。開けろ。やるしかない。ありがとう、アンブロシア。ここが孤児院。名簿が見つかればいいが。処分か。ヘルマンの言ってた通り、劣悪な環境だったようだ。だが名簿は。ここの院長が書いたものか。記録というのが気になるな。白樹とやらを探してみよう。三方へと天に伸びた白樹、これか。なんとも不気味な木だな。根元に何かありそうだ。少し掘ってみるか。この手記はベアラー管理記録とあるが、これはベアラーの名簿。くそ、こんなに多くの子供たちが犠牲に。しかし院長の筆録に
死体を埋めさせるとあったが、そんな形跡は。ここにもアカシアどもが。すぐに終わらせる。隠れ家にも。この名簿をヘルマンに渡さないと。ご無事のお戻り何よりです、シド。それでベアラーたちの名簿は見つかりましたか？ああ、それらしいものがない。拝見します。これは。そうでしたか。院長の筆録に。だが白樹の下にはそのベアラーの管理記録しかなかった。あるはずの院長の死体も、生き残ったであろう子供たちも、それからどうなったかはわからない。そうですか。シドに持ち帰っていただいた管理記録、ここに記されているベアラーの名は、確かに昔共に暮らした仲間たちのものです。ハンス、ロタール、みんな孤児院での生活がまるで昨日のことのように思えます。仲良くなった子がいても気づけばいなくなってる。毎日誰かが命を落とすようなところでした。よく生き抜いたな、ヘルマン。私のこの命もみんなの犠牲の上に成り立ってると思うと。お前の命のために仲間が犠牲になったわけじゃない。仲間を思う心がある限り、彼らはきっとお前の命と共にある。はい。私は死んでいった仲間たちのこと、この悲劇を書き残そうと思います。あんなことが二度と起こらないように。亡くなっていった仲間たちが少しでも報われるために、そして生き残ったかもしれない子供たちが今もどこかで元気にしてると信じて。ああ、しっかりな。ありがとうございました、シド。協力していただいて感謝しています。
ハルポクラテスから頼み事とは珍しい。書庫に行ってみよう。ハルポクラテス、あんたからもらった手紙のことだが。ほほう、あの件か。よく訪ねてきてくれた。ディオン・ルサージの名が書かれていた。彼と面識があったのか。ああ、わしはかつて殿下の教育係をしていたことがある。隠れ家に来るずっと前のこと。歴史学者として一時ザンブルクの宮廷に身を寄せていたのだ。その間殿下に学問を教えしていた。歴史に基づく宗教、商業、祭りごと、わしに教えられることは全て伝えてきた。しかし殿下が青龍騎士団を率いられるようになると、次第に座学に来られなくなってな。ここでお見かけしたときは驚いたよ。声はかけたのか。いや、話す機会を捉え損ねておる。殿下を拝見するときはいつも思い詰めたご様子で、とてもお声がけできる雰囲気ではないからの。あの方はご自身が引き起こした災禍の責を一身に背負うおつもりではないか。確かに彼は何か思い詰めてるように見える。だがどうしてあんたがそこまで気に病む必要が。あの時わしはディオン殿下がどれほどの重圧と孤独を抱いていたか知っていた。にもかかわらず慰めの言葉一つおかけすることができなかった。きっとあの方は一人で耐えておられたのだろう。わしが殿下の理解者になっていれば、災禍を引き起こした原因の一端はきっとわしにもあるのだよ、クライブ。ハルポクラテス、それであんたの望みとは。飛竜草の花、それも野生に咲く花を取ってきてほしい。あれが咲かせる花は見る者の心を和ませるという。殿下にお見せすれば少しは気が安らぐのではないかと思ってな。分かった、力を貸そう。詳しく教えてほしい。お主も知っての通り、本来飛竜草とは白い花を咲かせるもの。一方である過酷な大地で育った飛竜草は美しい薄紫の花をつけるそうだ。その要件を満たすのはウォールードのリクマルヒッチ。飛竜草の好む滝の周辺に自生していると思われる。危険な地へ赴かせるのは忍びないが、野生の飛竜草を探してもらえんだろうか。気にするな、少し待っていてくれ。ありがとう、クライブ。どうか頼んだよ。
けろ。飛竜草が自生しているのはこの辺りだったな。落ち着いて。それに違いないだろう。ハルポクラテス、野生の飛竜草を見つけてきたぞ。本当かね。ああ、見てくれ。おお、これだ。間違いない。ありがとう、クライブ。あんたが直接ディオン・ルサージュに渡すといい。いや、だが待っていてくれ。彼を呼んでくる。ディオン・ルサージュ、話がある。出発するのか。いや、その前に書庫まで来てほしい。ハルポクラテスがあなたに見せたいものがあるそうだ。先生が？今さらどんな顔をして言葉を交わせばよい。要は恩師に顔向けできぬ罪を犯した。婿の民を殺めるという大罪をな。全ては世の弱さが招いたこと。もちろん贖罪の覚悟はとうにできている。しかしあの方と昔のように言葉を交わせばそれすら揺らいでしまいそうな気がするのだ。だったらなおのこと彼と話すべきだろう。その覚悟があるのならばきっと受け入れてくれる。わかった。感謝だけでも伝えねばな。イフリート、先生のもとへ案内してくれ。ああ、行こう。
今までお声掛けすらできずに、お許しくださるだろうか。大丈夫さ。ご無沙汰しておりました先生。これまで不義理を働いたことをどうかお許しください。本日は未熟な私を一時でも導いてくださったことにお礼を申し上げたくて参りました。遅ればせながら先生に心よりの感謝。どうぞお顔を上げてください。そのような姿、あなたには不似合いだ。生きて言葉を交わせた、それだけで十分です。殿下、お見せしたいものがあります。それは飛竜槽ですか。だが、珍しい色だ。これは野生の飛竜槽。飛竜槽は厳しい環境に置かれた時、稀有な色の花を咲かせます。その根に猛毒を持つとは思えぬほど美しい花を咲き誇らせるのです。殿下、あなたはこの花と同じ。これまでの全てが今のあなたを咲かせている。誰が責めさいなもうと。どうぞあなただけはご自身を誇られますよう。再会の記念に殿下にお渡しできればと。ハルポクラテス先生、ぶしつけなお願いをしても、この花をしばらくお守りいただけませんか。すべて終えた時には必ず。お待ちしております、殿下。命の続く限り、いつまでも。生きた証を残したいなど少し感傷が過ぎたか。恩師に引き合わせてくれた礼だ。取っておいてくれ。恩に着るよ。ありがとう、クライブ。お主のおかげで殿下と再び言葉を交わすことができた。殿下が無事に戻られるまで、わしはここであの飛竜槽を大事に育てるとしよう。隠れ家の土が合うといいが。もともと過酷な大地で育っていたのだ。きっと大丈夫。さて、お主に礼をしなければ。これを受け取ってくれないか。こいつは。あは、ストラスの羽ペンだ。長く生きたストラスの羽には良き詩文が宿るという。わしがずっと使い続けてきたものだが、
だからこそお主に託したい。クライブ、心から祈っているよ。お主が剣ではなくペンを取る日が来ることを。この戦いが終わればそれも夢じゃなくなる。ありがとう、ハルポクラテス。大切に使わせてもらう。ようクライブ、何が必要なんだ。よし、できたぜ。どんな敵とも戦えるぜ。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。また来いよ。